これでね、あの写真見れると思うんですけど、はい、この間の早速、なるみさん、これ何を指さしてるんでしょう。これ何を指さしてたんですか。僕も、上田さんの写真をもらって、これはなんか、あれこんなタイミングがあったのかと思って。多分あっちに VJ ブースがありますので、これ。あ、なるほど、VJ ブースを説明してたんですね。そうなんです、そうなんです。そう、VJ ガイロの、イベントの方は、自分とはじめヘックスさんとスパイクさんでトークセッションさせてもらって、トークセッション中の写真っていうのもいくつかもらってますね、うん、これなんかみんな結構笑顔なんですけど、そう、盛り上がってる時ですね。なんか改めてアーカイブ見ると笑顔の時ってなかなかレアだったんで、みんなが確かに割とずっと真面目な話してて、そうですよね。そう、なんか VJ を、あの VJ は呪術的な面もあるよねっていうところでトークセッションしてたんですけど、内容は内容だったんで、そうそうそう、ずっとなんか儀式とはみたいなね、そう、そう、音楽の演習ってなんだろうみたいな。クラブをそういう目で見たことなかったんで、私はもう、まあ、素人なんですごい新鮮でしたね、うん、あ、本当です。面白い、面白かった。なんかクラブと呪術の意味がずっとわからないのが私は当日を迎えたので、うん、いや面白かった。あ、よかったです。そう、なんか結構ね、話してた中でスパイクブルームのトールさんもヘックスピクセルズの比嘉さんと神田さんもなんか、あ、そっか、こういうくくりで、あのスパイクさんとヘックスさんそれぞれに共通点があるんだなっていうのをね、自覚していっていただいて、多分これみんながそのイメージをつかめた時の笑顔、そう、分かっちゃった笑顔貴重なね。そう、もうなかなかね、スパイクさんとかもね、あ、ちなみにそこの配信プレビューは30秒くれてます。そう、今ね、僕らが配信しているライブタイムとは、あの配信の画面見られている皆さんとの間に30秒のロスタイムがあるんで、うん、なかなかすぐ反映されないんですけど、こっちね、スパイクさん、スパイクさんがなかなか前で喋るっていうのもないからね、なんかすげえ、でもなんか実際トークセッションやってもらうと、あ、すごい喋り慣れてるみたいな。そう、僕も結構意外だった。順序も面白いし、なんか取り上げるテーマっていうか、なんか具体をすごい出してくれるから、すごい抽象的な話だったのに、うん、イメージしやすかったですね、うん、そう、スパイクさんとはね、僕が多分なるみさんと同い年ぐらいの時に初めてアゲハで、あのアゲハのメインフロアで、あの数え君 VJ お願いしますってアゲハから企画の人からお願いされて、はい、でその時に、スパイクブルームっていう VJ がいて、スパイクブルームさんと数え君で、うん、あのパーティーの VJ を務めてほしいっていうので、2月に1回ぐらいずっと VJ する機会があったんだけど、スパイクさんってね、あの会うとものすごい、会うと優しくてものすごい親切なんだけど、ツイッターで見てるからちょっと怖いんですよ。そう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 、だから僕も結構初めて、あの若かりしは結構緊張がやばくて、おーでマジ大丈夫かなみたいな、全然中の人が違うっていう。そう、中の人はねすごい優しいです。でスパイクブルームさんって、VJ の DVD をね結構出してるんですよ、うん、で元々あのビレッジヴァンガードとかでいくつもそのスパイクさんが作った DVD っていうのが何本か、4本ぐらいあるのかな、今4本ぐらい売られてて、で、まあ、僕らはじめ VJ 始めた時代って DVD で VJ って結構あったんですね、うん、だからなんか日本で VJ 始めようと思って検索すると、結構そのスパイクブルームさんが出してる DVD に行き着くっていう、そう、割とそれでね知名度が高い方なんですよ。結構この日はね、お客さんも多かったですね。とても多かったです、ね、お客さん全部でどれくらいだったんですか。150は入場してます、ね、150は入場して、チケット的にはでも180か190ぐらい来てて、はい、あ、すごい参加率だったなと、うん、思います。なんかそう、こんななんかコアな話をトークセッションで1時間もさせてもらって大丈夫かなと思って、なんか意外とやっぱ終わった後に皆さんからなんかいい反響をいただいたんで、うん、ツイッターはすごかったですね。ツイッターすごかったね。なんかトレンドに入ったんですよ。入りましたね。初めて日本のトレンド入りを果たしてしまいました。200人弱しかいないイベントでトレンドに入ることで、なかなか、あ、そう入るんですねみたいな。なんかトークの内容をすごいメモして送ってくれて、うん、なんか素晴らしい参加者の方なので。なんか途中、なるみさんか別所さんから、なんか加瀬さんツイッターのトレンド入ってるらしいですとか言われて、え、何それみたいな。最近との会場の人がすごいざわざわしてたから、そうそうそう、なんか意外とトークセッション中もみんな携帯をいじったりパソコンをこう相手にトークセッション聞いてる人がいて、なんかトークセッションはあんまり面白くないのかなって思ってたら、みんな意外とツイッターとかにそのトークセッションの内容をメモしてるっていう、そう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 、あ、すげえ、そうそうそう、面白かったです。ありがたいですね、これは。そうなんですよ。
これね、VJ が持つ呪術性。これ怖い。これすごい、すごいよね。いや今回ちょっとね、ビジュアルにもこだわろうと思って、あの何しろ今日もね、あのチョコレートのスタジオを借りてる、あの夏代さんっていう方からお借りさせていただいてるんですけど、なんか夏代さんとね、あの VJ ガイドの打ち合わせを一回したときに、やっぱり映えさせて、映えてるポイントがいいと。あの映えるってね、でもあの漢字では映像の絵を書くんですよね、はい、それで映えるって書いて、うん、VJ ってやっぱ特にそういう空間においてどうしたらその空間が映えるのかを、うん、割とねそれを考えて生きている人種なんですよ、はい、なんでなんかやっぱトンネル東京のなんか前回のトークセッションの時とかは完全にその真っ白な画面でそのスライドのキーノートを出してたんですけど、うん、はい、今回はもうできる限り映えさせていきたいと思って、そうですね、そうだからトークセッションのスライドも後ろのこう BG にバックグラウンドにうまく乗るようにちょっとシステム的に調整してやったんですけど、いやいいですね、いいよね、うん、前回結構白くて目が痛いってそう LED のあの白が綺麗すぎて、そうずっと見てるとね痛いっていうね、そう話があったんで、没入感がありましたね、この呪術っていうテーマを語る上で、なんか初めこのしかもこの後ろのねあの宇宙の画像とかも、うん、これヘックスさんとかが実際現場に来て仕込んでる間に僕はあの自分で探してあのアドビストックで買って入れたんですけど、そうそうそう、でなんかアドビストックで結構いくつか見てた中でこれでも宇宙この宇宙いいけど話すテーマが呪術でこの後ろが宇宙だとスピリチュアルな空間になりすぎないかっていうねそう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 、いや、いい感じだったなって、うん、そう、よかった、なんか意外とハマったと思って、よかったです、よかったですね、そうそうそう、会場が素敵とかっていう意見がすごい多かったですもんね、これなんかね、VJ 的にね、ちょっと面白いテクニックがあって、この後ろの、あの LED のこの画像、これね、あのアフターエフェクトでいうスライドでスリットが入ってるんですよ、わかります？この今ね、こっちのスパイクさんの画像に変えるとここスリットが入ってて、スリットをちょっと入れてやるだけで明るさを落とさずに光量を落とせるっていう、これを例えば VJ ミキサーとかで明るさを絞っちゃうと画像としての綺麗さが損なわれるんですよね、うん、なんですけどこうやってちょっとスリットを入れてやるだけでその全体の光量が下がるんで黒の部分がちょっとできるから、だから LED 的にめっちゃ綺麗に見えるっていう、小技じゃないですかLED でもしトークセッションをされる方がいたらぜひちょっと試してみてください、VJ 的な小技があるんですよ、いいですね、目に優しい、うん、映える背景、神田さん喋ってますね、はい、これなんかちょうど、トークセッションの部分は、まあ、多分おそらく今週末ぐらいにアーカイブを公開できるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、アーカイブね、また改めて見てもらうと思うんですけど、なんかちょいちょいやっぱ神田さんがさすがなんか大阪の人だけあって笑いをね入れてくるんですよ、そうボケてくるんですよ、ボケてくるからなんか塗りに行かなきゃと思って笑うんですけど、会場で僕だけが大笑いしてるっていうのがいくつかあって、マイクが出てる、そう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 なんか改めて聞いてるとお客さん静まった中で僕だけがなんか笑っててマジ大丈夫かみたいな、シュールなアーカイブが出来上がります、そうだいぶシュールなんで、ね、なんかアーカイブ見れる人はそこら辺もぜひ楽しんでいただけたらそういう楽しみ方、そうなんですよ、そういう楽しみ方もあります、いやでもね、いいアーカイブですわ、なんか改めて聞くとまとまりがあったっすね、そう、あ、意外とこんなしっかり喋れてるんだみたいなね、うん、ぜひね、当日来れなかった人もアーカイブでその面白さを感じてください、うん、で、トークセッション、今回トークセッションが1時間あって、はい、あとに、ドローン VJ タイムがありましたね、めっちゃかっこよかったですね、これね、これもなんかあの、これ WTW の白前さんがちょうどドローン VJ タイムをしているところをあの写真家の梅田さんが撮ってくれたんですけど、結構なんかこの写真リツイートといいねが伸びてましたね、うん、やっぱ本当に、いや、うん、だからあれなんですよね、その何でしたっけ、そのクラブでも、うん、神を象徴させるものが前にあるとすごく映えるじゃないけど、うん、人が没入しやすいのかな、うん、そうそうそう、なんか、神田さんの話で例えばライブで音楽を流すような現場って、昔は結構儀式的なものの象徴 で儀式性が高いんですよね、はい、でそんな中で爆音で音楽を流しているとやっぱりその音楽をどこかに落とす、呼びしろっていうのがあると
落ち着いて、でそれが例えばライブ空間だったらステージ上のアクト で、うん、で例えばダンスミュージックのフロアだったらそれが DJ とかになってくるんですね、はい、でその時にやっぱステージに人が立ってると、うん、そういう意味でもその空間が落ち着くっていう。で今回はね、前回はあの WTW の人たちはステージには立ってもらわなかったんですけど、うん、そういうのもあって今回は打ち合わせの時からあのぜひステージでやってくださいっていう。でもね、実際その FPV っていうファーストパーソンビューっていうドローンからの映像をバックにこの操作してる白前さんがステージセンターに立つと、うん、なんかすごい没入感でこの浮遊感を自分で感じれてとても良かったですね。うん、あ、よかった。そう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 、なんかあのね、あれ WTW からはね、もう一人マット X さんっていう方が来てて、はい、でマット X さんあの自分で Unity でいろいろそのドローンのインターフェース画面とか、うん、人の顔を瞬間的にキャプチャーしてアニメーションをつけるみたいなところを頑張ってくれたんですけど、なんかいい写真がなくて3回ぐらい行ってたんですけど暗かったんですか、あれはなんでなんだろう。あれね、ちょっと上に乗せてたね、エフェクトの問題もありました。なんか今回僕があのドローンのエフェクトの映像も担当してて、その FPV の映像とミックスしてたんだけど、実際そのマット X さんがどんなエフェクトを作るかっていうのが全然あのうまく打ち合わせできなくて、で当日僕も見ながら知ったんですよ。あ、こういうエフェクトだなみたいな。だちょっと場所によってこう頑張って下げてこうなんとかしてたんですけど、なるほど、まあそっち調整しきれない部分もあって、そう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 、なるほど、裏話ですわ。顔認識が入ってたんですね。顔認識が入ってます。あ、でもなんかあの多分ドローン VJ チームもあのやりながらなんだろう撮ってる映像もあるんで、うん、また今回もアフタームービー作る、まあ、作る予定です。今そのドローンの映像と梅田さんの写真撮ってもらったので今添え字が。そう、アフタームービー、そのドローンからの映像のアフタームービーとか、あとあの今回ね、撮影も入っていただいてて、ガク、はい、さんが、ガクさんっていう撮影の方が VJ ガイドを毎回来ていただいてて、あの動画撮影の方もしてもらってます。で、多分動画撮影の方とかであるかもしれないですね。そうですね、うん、ちょっとマット X さんがすごい残念があってたんで、ずるいみたいなね、ツイッター俺もツイッターみたいなこと書いてあったんで、ぜひいや、次2人で立ってほしいですね。そうですね、2人で立ってもらいましょう、今度、うん、しましょう。そうしましょう。でね、これドローン VJ の後にヘクスピクセルズさんの VJ タイムがあって、はい、いや、もうびっくりしたね、ニヤニヤが止まんなかった。ニヤニヤが止まんなかった面白かった。いや、僕もなんかヘクスピクセルズさんの VJ そんなまじまじ見る機会が実はなくて、うん、でもあの YouTube とかでももちろん知ってたんですけど、はい、ライブ空間で見る機会っていうのが本当にあの年間のギークが少ない VJ チームで、うん、本当にレアなギークなんですよね、やるときが。で今回ドローン VJ の後に僕も初めてライブ空間で見させてもらったんですけど、うん、いや、めっちゃ面白かったですね。面白かったですね、うん、いや、なんていうの、なんか私一瞬泣いたシーンがあったんですけど、実はどこら辺ですか。あのなんか人が立ち膝して、うん、なんかよくわからないものを祈ってるシーンあって あれはね、あれ神田さんのね、あれ神田さんのシーンですね。どこだ、ね、ありますよそれ。マジですか、これでしょ、これでしょ。こうなったこれなんか神田さんからもなんかその前の週ぐらいいろいろ神田さんとも打ち合わせして、これやっぱ VJ 的には術的なところっていうのも汲み取った方がいいのかなみたいな相談されて、うん、ああ、うん、汲み取れるんだったらぜひみたいな話してて、見事に汲み取ってくださったシーンが、うん、これすごい印象に残ってます、うん、今回のねあれ VJ ライドも結構代表するシーンの一つかなって。そうですね、いや、これいいシーンでしたね。これしかも、うん、ツイッターでは公開できてないんですけど、これまた全体で見ると、うん、梅田さんがいろいろ写真を撮ってくれてて、しかもなんかこれちょっと面白いのが、なんかツイッターで見ててお客さんを撮ってないねみたいな意見も実はあったんですけど、実はなんか面白いのが、あのジェネレーティブの文化って、ジェネレーティブ VJ とかの文化って、うん、VJ を座りながら見るっていう文化もあるんですよ。うそうですね。で結構それでお客さんが前の方座ってくれてて、まあ、あとちょっと多分お客さんが多かったから、うん、それで前の方の人が気を使って一緒に座ってくれたっていうのもあるんですけど、映像見るためってなると確かに前気に使えますよね。そう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 、そういうのもあってね、座ってくれてて、実はこれがこの後すごい面白いことになるっていう、うん、前のお客さん結構ねこんな感じで、なんかアルスエレクトロニカとか の、うん、あの 8K のスペースっていうディープスペースっていうところもあるんですけど、あそこでも、うん、開催期間は VJ があるんですけど、はい、みんな座って見るんですよね、そうなんだ、ね、文化なのかな、うん、いや俺もやっぱり初めジェネレーティブ の、 あの BRGG とかでね、うん、一緒に VJ させてもらったことがあるんですけど、
そこで初めてこうジェネレティブの人とか見るとやっぱりみんなリズムを刻まないで、うん、その静止してみるか座ってみるかっていう文化で、いや初めちょっとやっぱクラブ VJ としてはゾッとして、まあ怖いだろうなと、初めて見ると怖いだろうなと。クラブ VJ ってどうやってもその VJ で人を踊らせるっていう文脈もあるから、人がやっぱ踊らなかったりすることに対してなんか VJ 的にやっぱうまくいってないのかなって勘ぐっちゃうところがあるから、そう、でもなんかちゃんとそのジェネレティブの文化の中で実はそうやって座って見ている人が多かったっていう、そう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 、確かに初めて見たらえってなっちゃう。そうなんですよ。いやヘックスさん結構やっぱいいシーンが多くて、はい、写真で改めて見るとすげえこのしましまとかもえげつないし、うん、あとこのねなんか細胞核みたいのが、あ、そう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 、リズムに合わせてドンドンドン、ちょっとずつ増えていくみたいな。これ細胞が増えていくのめっちゃ気持ちよかった、ね、いや完全にやっぱ音に合ってるからね、うん、そう、音に合ってる美しさ、これやっぱ写真でもバレてるんですけど、実際こう生で見ないとわからないね、うん、このあここでこういう音を取っていくのかっていうのとか、この後ろのまた青いモヤモヤがまた別の音を取ってたりして、うん、そうやって細かく見直したいな、もう一回。しかもジェネレーティブって難しいのが、どれだけいいシーンを作ってもそのソフトウェア的にフレームレートをキープできるかできないかっていうテクニカルな面もあるんですよね。遠くでも言ってました。そうそうそう、でやっぱそれができてなおかつ演出性も高い VJ っていうのがなかなかいないんですよ、うん、そんな中ヘックスさんはちゃんと演出性を込めてフレームレートもキープしてるから、見てるお客さんもめっちゃのめり込める。確かに、うん、そうですよね。そう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 、技術力。なんか終わった後にね、あのゲストのグループがあるんですけど、SNS で、それでみんな、なんか自分たちつまらなそうじゃないかみたいな質問されて写真見ててね。いや、実際でもあのヘックスさんとか、あのジェネレーティブで実は作ってきてるやつをそのまま勝手に動いてるんじゃなくて、その場で作ってるシーンでなんかパラメータを調整してやってるから、その瞬間瞬間でそれが美しい動きなのか、うん、オーディオをどれだけ撮ってるのかを現場で調整しながらやってるんですよね、うん、そうそうそう。いや、私は今回その後ろの方で見れてなかったんですけど、うん、そうですね、なんかパラメーター調整がお仕事だっていうふうにいつも言ってますもん。そう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 、現場でこう見ながら実際に今美しいか美しくないかみたいな、うん、パラメーターのちょっとした調整で組み立てていくっていう。確かに。そうなんですよ。そうですね、そう思ってやってること全然違うんですよね。前回そのヤコーさんだったりレイさんだったり、うん、矢川勝さん呼んだ時はもうつまみはもうちょめっちゃかっこよく、そうそうそう、ボタンを叩いてリズムを取ってみたいな。確かになんか写真見ると作業のように見えてしまう、うん、どっちかっていうとパラメーターを調整ちょっとして調整していくから、うん、現場でもう本当になんだろう、その場でクリエイティブしていく姿に近いのかなって思いましたね。で、あとヘックスさんの後にね、今度スパイクさんの時間があって、はい、もう全く雰囲気が変わるんですけど、でもあの気づい、これ間近から見てる人しか実は気づけなかったんですけど、実はスパイクブルームさんは最初はタッチデザイナーだったんですよ。え、あ、そうだったんですか。そうなんです。で、あのトールさんとシラさんという2人で、はいはいはい、実はトールさんは使ってるソフトはグランド VJ っていうブリエンダーのソフトなんですけど、それをキャプチャーしてシラさんの方のパソコンでキャプチャーして、タッチデザイナーのベース上で動いてて、でなおかつシラさんのこの今出している後ろのこの人体細胞じゃないけど、はいはいはい、みたいな映像とか全部 GLSL です、実は。そうなんですか。そう、そうなんです。やばー、それめっちゃ面白い。クリエンダーしてないんですよ、実は。そうなんです。え、なんでそれを VJ ガイロン中に聞けなかったんだろう。なんか、いや、みんな周りで見てる人気づいてるかなと思って、でね、僕のとかもその内見の時にシラさん全部パソコン持ってきてくれて調整してやってて、そう、それで、あ、GLSL じゃんみたいな。だから一切書き出しせずに LED にパッパッパッて一面でパッて合わせるんですよ。でそれフリーエンダーでやると6時間とかかかるんですけど、あの全部 GLSL だからサイズ変えるだけでパッて調整して、そう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 っていう、実はこれはあのやばい話があって、やばかったです。そうそうそう、多分シラさんから出てた映像は全て GLSL だと思います。え、絶句しますね。絶句しますよね、このね。そう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 、実は超高度なジェネレーティブの戦いが起きてたっていう。
いや今明かり残せてよかったです。それはちょっとみんなに知ってほしい、うん、でこれだからそうさっきあとねちょっと話が変わるんですけど、さっきのそのジェネレーティブの人たちはあの座って見るっていう文化の舞台で、うん、その後あのヘックスさんの後スパイクさんだったんでみんなそのまま座って見てたんですけど、うん、これがまた面白くて、これしかもスパイクさん音楽はねガンガンサイケデリックなんですよ、うん、サイケデリックの中そのバッキバキの映像を見ながらみんなその空間を感じてある種集団座禅みたいなね状況になって、なんかなるみさんも気づいたら座ってなんか座禅っぽいのを組んでました。座禅組んでたっていうか、なんか体が揺れなくなったりする時とかあるんですよ、うん、なんかぼーっとしちゃうみたいな、うん、もう映像ずっと見てるんですよ私。みんなもなんか別に首振るわけでもないみたいな、うん、なんだったんですか名前は。美しすぎて見入っちゃうみたいな。見入っちゃった。でこれがね、そうこの後のこの写真、この梅田さんともこの間のタッチアウトで話して、はい、この写真、ま、この写真マジヤバいねっていう話になったんですけど、なんか最前のお客さんがどう感じているかっていうのが僕らもね、その後ろから見てたから、あんなにお客さん前にいて、なんかあまりにもバッドトリップしちゃってないのかっていうのがすごい心配だったんですけど、この最前のちょうどお客さんの顔を写してくれてる写真があって、もう完全にこの新しい世界が開けてるんですよ表情確かに。おおすごい。私もすごい心配でした。こんな近くにあの光量を浴びてて目平気かなとか思ってたんですけど。そうそうそう、この写真ほんと良くて、なんか普段やっぱクラブ VJ っていう文脈の中で VJ されてるから、人が超盛り上がってるぜイエーイみたいなところで VJ してる、 VJ と一緒に写ってる写真って結構あるんですね、スパイクさんの、うん、なんですけど、こうやって座ってみて改めてその VJ の美しさを感じて没入している写真っていうのが、いや本当にレアだなと思って。確かに。でしかもそのトンネル東京の LED って一面ドンでこう長いのがつながってるわけじゃなくて、ちょっと段々になって、うん、しかも間にその鏡がねちょっとずつ入ってるんですよ、うん、でそれをうまくこう梅田さんが写真に落とし込んでくれたなっていう、めっちゃいいカットですね。これめっちゃいいんですよ。そう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 、なんかちょっと世界遺産を見てるじゃないけどいや本当になんかこういう模様ってね、よくあのアラブの方のモスクとかの中にあるじゃないですか、うん、でそういうのを美しいなと思って見てる感覚に近い、うんうん、いや素晴らしい写真ですわこれは。その私は行ったことないですけど、レイブ、うん、野外で何時間でも見てたいなみたいな気持ちがありますね、うん。でもなんかレイズでも実はそのスクリーンに対して投影する機会ってそんな多くなくて、うん、そのドーム状のテントだったりそういうのに投影するから、こう一面全部映像で埋まってるみたいな映像が多いんですね。破綻しないように。そう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 、どこをマッピングされてもちゃんとこうテントに綺麗に映るようにみたいな。でだからこうやって LED でそのフルの光量で出してやる機会ってなかなかなくて、そろそろ。でアゲハの人たちが、なんか他の普段よくアゲハで VJ してるんですけど、そのスパイクさんが入って LED でやられた時に本当にやばかったみたいな、うん、LED であれをまたこう見直すと、そのプロジェクターで見るのとは全然違う世界が開けるよみたいな話をされてて、ああぜひトンネル東京で見たいなと思ってやってもらったんですけど、めっちゃ良かったですね。良かったですねこれは。これちなみに右の方がシラさんで左の方がスパイクさんですね、はい。でこれなんかあのスパイクさんがエイリアンウェアを使ってたんですけど、うん、なんかついこの間なんかエイリアンウェアジャパンのあのツイッターからなんかリツイートされてて見ました。VJ 界でもエイリアンウェア人気なんだねみたいな。なツイートされてる。なんか今回改めて見たら、今回の告知動画にあのカールさんと川村さんの写真使わせてもらってるんですけど。あのお二組ともエイリアンウェアで、ね、マジでそろそろエイリアンウェアスポンサーについてくれないかなって。逆にエイリアンウェアさんはその、うん、VJ っていうかその映像制作をこういう形でやってる人たちに人気っていうのを、いや多分知らないと思う。もともとやっぱゲーミングのパソコンだし、まあチラチラね、あのなんだろう、ビジュアルのジェネレーティブ界隈で使ってる人とかもいるし、まあ、VJ の中で使ってる人も一応いるんだけど、こんなに今VJ 界隈でエイリアンウェアが使われているっていうのは、うん、多分エイリアンウェアジャパン的にも新鮮だったんだから、こうツイートしたんじゃないかな。基地のことだと思ってたんですけど、うん、いやじゃあこれはスポンサーを本当に本当にあの募集してるんで、はい、お願いします。でまあ330のちょっと立ち返りはそんな感じ、振り返りこんなところですかね。いや、うん、最高のイベントでしたね。ちょっとね、あのねフライングしたいんですけど、実はね、今もう VJ ガイロの次のイベントに向けて動いてます。あ、はい、うん、動いてます。VJ ガイロが
近しいものがあります。そう、日程ももう行っちゃっていいですかね。いや、いいです。ね、次519にあります、はい、で今度はトンネル東京じゃないです、うん、今度は渋谷の場所を借りて、2階ね、今度しかも2フロア借りてるんですよね。いや、楽しいですよこれは。やばいですよ、はい、その2階でワークショップ、はい、今回は6セットかな、6セット6セット、もちろん VJ ワークショップもあります、はい、でそのもうね、今まで来てた面白い人とか、うん、なんか VJ の文脈でこのワークショップやってもらったら絶対面白いなっていう人が揃ってます。うん、揃いましたね、揃いましたね。そうそう、で今度1回はまたね、今まで来てもらってない、でも絶対呼びたい VJ さん、もうセンブッキング進んでて、そう、来てもらってトークセッションと、あと多分ね、ちょっと VJ 的な要素もまた込められるんじゃないかなと思ってスケジュール調整してます。で、それが5月19日の日曜日、はい、日曜日あります。5時から。で、これ言っていいのかな？え、わかんない、どれですか？その週、実はね、EDC ジャパンっていうのがあるんですよ。あ、え、言っていいんですかね？言っていいんですかね？いや、言っていいんじゃないですか？言っていいんじゃないですか？じゃあ言っちゃってください。ね、なるみさんのところにやばい話が来てて、EDC ジャパンっていうね、フェスティバルが、その週、ZOZO マリンスタジアムであるんですね。で去年もあったんですけど、今年3年目かな、あります。で今年初来日のアーティストの中にヤバいやつがいて、ダブステップのアーティストのエキシジョンっていうやつがいます。で多分ビジュアル界隈で YouTube とか SNS でよく見てる人だったら1回ぐらい見たことあると思う、うん、で本当にビジュアルがヤバいっていうので売れてるアーティスト、売れてるっていうか、まあ音楽もヤバいからビジュアルもヤバいんだけど、合わせてヤバいアーティストがいて、そこのビジュアルチームがそのイベントに来たいと、なるみさんのところに連絡が来たんだよね、はい、そう、私っていうか、なんか、そうなんだ、なんか、ノッチのイベントをやってる時に連絡が来て、うん、で、なんか面白いことやってんじゃんみたいな、うん、なんか、たまたまかぶってる。そう、だから、おそらく EDC ジャパンでギグを終えて、その後日曜日空いてるから、ちょっと日本の VJ コミュニティも気になるし、そのワークショップの方も気になるから、うん、行くわみたいな連絡が、うん、なるみさんのところに来てるんですよね。そう、なんかなるみさんからはじめ、かずえさん、この人知ってますみたいな、イギリスの VJ らしいんですけどとか言われて、いや、これ全然知らん、わからんとか言って、で、どのアーティストの VJ なんだとか分かったら、なんか、分かるかもとか言われて、エキシジョンみたいな、知ってますね。私、本当にこんなことやってるけど、マジで無知すぎて、誰だろうみたいな感じで言ったら、なんか、すごいドン引きされた。マジかよみたいな、まあ、やっぱ VJ 界隈からすると、本当にマジかよみたいな、エキシジョンね。アジアツアーは確か去年初めて会って台湾とかには来てるんですよ、うん、でもその時なぜか日本を外されて日本にまだ1回も来てなくて、で今回 EDC で初来日して、でしかもビジュアルチームのやつが何うちのイベントに来るみたいな、はって、まあ、そうですよ、ベジェマイロンとかがその海外の人に届いてるのがすごいなってめちゃめちゃ思います。いや、海外からの注目度高いですよ、はい、なんか僕アジア圏の VJ の知り合い何人もいるんですけど、アジア圏の VJ の知り合いすげえ VJ 回路に行きたがってて、で結構ね、僕韓国の VJ とか韓国で一番でかいところで VJ している知り合い、同年代でロッキーっていうのがね VJ でいるんですよ、韓国人の、うん、でちょくちょく日本に遊びに来るんですけど、彼この間のピョンチャンオリンピックの閉会式の演出とかもやってて、え、やば、そうそう、若くてすごい人なんですけど、今ライデンっていうね EDM のアーティスト、韓国の EDM のアーティストのビジュアルを担当してます。でちょうど今マイアミでウルトラミュージックフェスティバルのマイアミがあったんで、うん、そのマイアミ用のギグのために彼のビジュアルを作ってインスタグラムとかにアップしたりしてるんですけど、彼とかあと台湾も結構かなりでかいところで VJ やってるのの取り仕切りをしてる VJ の人いたってことあるんですよ、うん、ありますね、ミューテックだった、そう、ミューテックに遊びに来てくれてたんだけど、すごいこの VJ ワールドに興味持ってくれてて、なんか夏代さんがね、終わった後にこれ VJ のワールドカンファレンスできるじゃんみたいな話ツイートしてましたね、そうそう、あったんだけど、本当になんかワールドカンファレンスの中でもアジアカンファレンスは結構近いところにあるんじゃないかなと思ってて、特に東アジア、東南アジア系のね、VJ たくさん呼んでやりたいなと思ってます。一回アジアでやってみたいですね、うん、そう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 っていうのが今後あります。もう楽しいことしかないけど。やばいね。いつまでもバタバタしてないで頑張りましょう。本当に。じゃあね、ここら辺で一回ゲストの方を呼ぶんで、ちょっと転換させてください。はい、3分ぐらい転換します。はい、一旦音をミュートにして。はい、今ね、仕切り直しました。今日はちょっと、配信トラブルも多そうで、
ビデオカメラでレックしているのを、後日アーカイブとしてお届けさせていただければと思います。大変今日は大変なところすみませんでした、ね、いいです。じゃあ、ここからもう一回レックのレックとして、進めていきたいと思います。文豪さんの方から自己紹介をお願いします。はい、中村文豪と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。普段は、チームラボっていう、デジタルアートを、主に作って展示したりしている会社で、仕事をしています。でその傍らで、カールっていう、VJ だったり DJ だったりそういう演出を、チームで行う集団を作っています、はい。今回のタッチアウトはそのカールっていうチームで参加させていただきます、うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、川村さんお願いします。はい、はい、ツイストキングという名前で VJ 活動している川村と申します。普段は広告代理店でクリエイティブディレクターとして活動しています。で仕事ではそのテクノロジーを絡めた企画だったりとかあと実際の開発っていうところを主にやっているですね。であと VJ 活動以外でも講師活動としてもやっていて、でスクールだったりとかあと TDSW だったりとかあとタワーレコードを主催のタワーアカデミーとかでも講師の方をさせていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はせっかくあの川村さんと雲郷さんに来ていただいているので、この間の日曜日のタッチアウト振り返りからお願いしたいなと思うんですけど、タッチアウトいかがでした？思ってた以上に、うん、みんなもう世界観ができてるなっていうところが、あ、それは僕も非常に面白かったですね、うん、あれこの人は初心者の VC じゃなかったみたいなあれですよね。そういう立て付けだったっけ。そう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 、あれなんか成美さんが作ってきてくれたピーダックスのやつに、うん、なんか、はいはいはい、ルーキー VJ って書いてあるんだけど、はい、なんか完成度がみんなそれぞれ高くないかみたいな、うん、そうそう、うん、ちょっと手慣れ感が出てたなっていうのは思いましたね。文豪さんどうでした？同じ意見で皆さん普通に VJ やってそうだなっていう、なんかシーンもみんなちゃんとたくさん作ってきてて、なんかこれ初心者なのなんかもっと本当にミープルとかであるような素材を半分ぐらい使ってちょっと混ぜましたぐらいなのかな、こうあのアミスさんとか写真のこうスライドショーを使った VJ だったりとか、マットネックスとかアフロとか、すごい特殊なこう 3D のあのね、プランにあれ恋と宇宙人恋と宇宙飛行士ね、恋と宇宙飛行士が、ね、アロアナです。アロアナ、アロアナなの、絶対に住むお魚です。なんか初め僕が転換の時で V1HE の切り替えをやってたんですよ。そしたらプレビューの対比画面ででっかいアロアナが出てる。アロアナも出てるけどこれツナ君これでいいのかみたいな、このままいくかっつって、はいはいはい、うんみたいな、よしみたいな、安定俺が解いたらこうでっかいアロアナがこうスクリーンみたいな流れる。でもあれすらも計算でね、うん、なんかアロアナと宇宙飛行士の関係性が VJ の中で見えるっていう、25分間のドラマですね。あれはすごかった、完全にぶっ飛んだ世界観ですね。いや結構なんか振り返ると、ね、印象に残る VJ さんいて、いや僕なんか終わった後にすげえ助かったのが、川村さんがずっとステージ上手でこういるなと思ったんですよ、ずっといるなと思ってて、そしたら終わった後に全員分 VJ アーカイブ川村さんが撮ってくれたんですよ。そうですよね、そうですね、 VJ イベントの時大体記録取りますね。あ、そうなんですね。いや、まさか全員分それがあるとは思わなくて、いや、あれが終わった後にすごい良かった。やっぱ VJ としてやってる時も、その後で映像がアップされてると嬉しいじゃないですか。なので僕は見た VJ に関しては大体記録して SNS から見るようにしてるんですよね。すごい。いやー助かりました。すみません。なんかタッチアウトは今回やっぱり1回目っていうことで、2ヶ月ぐらい前から初め文豪さんから話をいただいたのかな、文豪さんと成美さんで、どこか場所を借りてビジュアルイベントをやりたいっていうのを、前回の VJ ガイドの時かな、1回目の VJ ガイドの時に文豪さんから VJ ガイド中か何かに相談されたのかな。そうですね、うんうん、まあそう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 、でその後1回ね、事務所で打ち合わせさせていただいて、うんうん、でまあこれでそのうち
こう具体的にどうしていこうかっていうところを詰めていったんですけど、うん、いやなんか結果としてちゃんと意味のあるイベントになったかな、うん、そうですね、これからもちゃんと続けてそうですし、うん、実はなんかあの途中ねあまり長い時間入れなかったんですけど、うん、あのアフターワーズにも出ていただいた滝浩平さん VJ の、うん、あの中田康隆の VJ やられてる方ですね、うんうんうん、が遊びに来てくれてて、あ、そうだったんですか、そうそうそう、書いてましたね、ほんとね、17時から30分ぐらいしか入れなかったんですけど、うん、そうそう、後に打ち合わせがあるっていうの で、うん、でちょっと来てくれて、で最後感想を言ってくれて帰ってくれたんですけど、やっぱりなんか流れてる音楽がね、今回あの、うんうん、ずっと DJ さんが一組の DJ さんがずっと通して流してくれたんですけど、うん、そのなんかクラブミュージックに合わせて全然 VJ のクラブ VJ の文脈にいない人たちがそれに VJ していた時に、うん、そのどういう表現をするのかとか、うん、どういうソフトウェアを使ってるのかっていうのが、まあ、ものすごいその 1VJ 的にも勉強になると、うんうん、でだからまあ僕とかもすごい面白くて、うんうん、なんかそういうところでもこれから新しいなんか表現とかも生まれてそうだし、うん、すごい面白いイベントになったら、うんうん、どうですか、なるみさん、2回目はありそう？いや、すごくなんか反響っていう言い方なのかわかんない、参加された VJ さんが続けたいっていう意見が、うんうん、満場一致だったんですけど、なんかすごいいいきっかけになったなって思って、うんうん、その方たちの2回目、絶対自分の中で反省あると思うし、2回目であったり、うんうん、来てくれた人だったり、あれを知った人たちがここって多分気軽に VJ できる場になってもらえたらいいなと思うので、うん、いや、カズエさんのご助力があれば続けたいと思います。頑張っていきたいな。いやでもなんかあの日面白かったのが、実は前日にね、なるみさんが黙々勉強会っていうのを企画してて、参加の VJ さんがそう、あの TTSW の事務所に来て、うん、なんか黙々勉強するっていうのがあって、まあ、僕も5時間ぐらいいたんですけど、うん、その日ね、夜がアゲハで僕はハトト君と VJ だったんですよ、うん、VJ のハトト君っていう、うん、あの VMX マニアで機材マニアの、うん、で彼がね、そのオフィスに一緒に来てくれて、ちょっとそこでアゲハの準備もできるからおいでよっていう話をして、そしたら来てくれて、うん、そしたらそこでアンミツさん用の VDMX のプロジェクト組んでくれたんですよ、っていうか頼むさっていう話をしたんですけど、でそれでそう組んでくれて、でアンミツさんすごいいい感じで VJ した後に、うん、今度ラウンジで勝手に VDMX 講習会してて、やってますね、そう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 、自己数 4,5 人います、自己数そんなにいた。入れ替わり立ち替わりみんな覗いていくみたいな、うん、はい、もうなんかああいう雰囲気とかもすごい良かったなと思って、うんうん、もっとなんか多分応募したら協力してくれる VJ さんもいて、うん、そうやってね、あの横でソフトウェア講習なり、うん、何なり企画できるし、うん、中の表現がしっかり作られてるし、うん、もうすごい面白かったなって、うん、良かったですね、うん、そんな中ね、お二人のパフォーマンスはどうでしたか？一部二部ね、結構分かれてましたけど、うん、なんか結構今回難しかったのは、やっぱりそのクラブイベントをやりたいと、でクラブイベントをやりたいが6時間は、うん、クラブイベントってね、通常6時間から5時間なんですよ、うん、オープンしてクローズまでが、うん、7時ぐらいだ、そうですね、それぐらいですね、うん、割となんかデイのパーティーでも16時に始まって22時に終わるとか、うんうん、でただやっぱり6時間でチケットを販売すると、うん、おそらくお客さん的には普段クラブに来られてない人は相当きついだろうと思って、うんうん、今回運営的にも結構ハードだったよね、あんなに長いことライブハウスで長いですね、うん、そうそう、でそういうこともあって一部二部で分けて、それぞれ2時間半の中で最後の取りをファウンダーさんと文房さんにお願いしたんですね、はい、どうでした最後、最後なかなか緊張しません？いや、そんなことない、なかすぎだったので、うん、そんなにがっつり最後っていう印象なくて、うん、そこは、そうです、その最後っていう緊張感はあんまなかったですね、うんうん、そこそこ、ただ僕に関してはね、普段はその音を先にもらって、うん、その音の世界観に合わせてビジュアルを作るってことをやっているんで、はい、今回はその意味ではチャレンジなんですよね、うん、あでも非常にやりやすかったですね、あ、本当ですか、選曲が良かった、はい、ですよね、いや、様々です。DJ 様々でしたね。なんか川村さんにやっぱりあの、ね、事前に打ち合わせしてて、いや、これ相当無茶なお願いをしてるんだろうなっていうのはひしひし感じてて、うんまあ、そんな中でやってくれて、うん、でもなんかしっかりそれが空間に合ってて、うん、DJ の音も合ってて、あの人型が出てきた時はちょっと感動したんですよ。エモい中で、ね、なんかさらにそれまでが抽象的に進められた中で、はい、こうやっぱりあれ、偶像系がポンって出てくると、うん、あ、そこに完結するのか、みたいな。そうですね。
今多分このメンバーそういうの好きだろうなと思って人の好きそう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 確かに、うんうん、逆に僕らは今回の VJ さんってみんな曲がどういうのかかるかを知らずに、うんまあ、いわゆる本当の VJ っぽくやったはいはい、逆に僕らはチームでその DJ と VJ とライティングか、うん、あとその空間を構成する演出全部やらせてもらって、うん、まあ早い話、まあ、ずるじゃないですか最初から全部自分でいやそんなことないと思います逆にそれから全部自分たちでできるっていうのがすごいし、うん、そうだそこが一応チームの強みなので、うん、なんかイベントやってる側としてもそういう提案をしてもらえるっていうのも嬉しくて、うん、やっぱりなんか、ね、VJ と音楽でお願いしますみたいな話ができるけど、はい、そこはやっぱ丸々お願いしますって頼める人ってなかなかいないじゃないですか。あー、そういうことも可能なんだっていうのを知れるいいきっかけだったと思います。まあ、もともとやっぱり同じ会社でこうやってた、うん、結構同じ、もともと同じ会社で働かれてたチームのメンバー今回ですか。今回全員もともと同じ会社で、うんうんうん、インスタレーションとデジタルアートをやってる会社で、うんうん、多分なるあ、私の元インターン。元インターン。そこでこう、死闘を繰り広げた。死闘を繰り広げた。死闘をくぐってきた。結構、この死闘を繰り広げた。まあ、最終なんとかするだろうっていう、安心感。あー、なるほど。そうそうそう。確かにね、ちょっと入ってた時に、カールさん、文豪さんは知ってたからね、だけど、他のメンバーちょっと先だったからね。いや、今日は戦うぜぐらいの雰囲気で。そう、知りが高かったです。そう、そうですね。僕らだけちょっとなんか、3時にいいって話だったんですけど、はい、2時にしてくれて、メンバーがどうしても早くて、そうそう、うん、で、ちょっと、上の人と知り合いのって聞いたら、うん、アジャイルって言われたので、はい、で、ライティングのチェックとか、あ、絵のチェックとか、早くからやられてたんですね。あ、やってました、やってました、うん、いや僕もなんか前日のパーティーがあったんで、もう本当に睡眠時間を取っていきたいと思って、3時入りだったんですよ。まあ、みんなスタッフ3時入りで、はい、なんか直前2時から入れるよっていう話が来て、成美さんが、あ、私たちはじゃあ2時から入ってますっていうのではなくて、あ、そんな申し訳ない、でも俺は睡眠時間、この1時間本当に貴重なんだよみたいな、3時間睡眠か4時間睡眠かみたいな、そうそう、で、3時に行こうと思って3時に行ったら、結構割とみんな OK って言いましたから、うん、はい、なんか文吾さん、そっか2時から入られたんですね。そうですね。うん、あれ、ライティングは、はい、ライティング現場でチャンネル合わせしたんですか？ライティングは事前に一回現場に行って、うん、こういうチャンネルでこのライト光らせられるよっていうのを把握した上で、うん、あ、じゃあこれとこれとこれやったらいけんなっていうのを完全把握して作ってやってました。で、後ほどちょっと見せるんですけども、うん、タッチデザイナーでその、まあ、あのクラブ空間をちょっと簡易にシミュレートして、はい、ライティングを実際にこうパッてできるような、うん、シミュレーションツールを作ってやってました。はい、うん、へえ、うん。じゃあちょっと早速そっちのパフォーマンスの話に移りましょうか。うん、今日はね、あのインターフェースを見せていただいて、実際やっていたことを説明していただくっていうちょっとね、レアな内容となっています。で、今おそらくゆきさんの方に、文豪さんのタッチデザイナーの画面が見えていますでしょうか。ちょっといいです。で、ちょっと準備ができたら、うん、ピンで入れ込むので教えてください。はい、見えてますね、左か。で、今ね、相変わらず配信の調子は悪そうなんですが、これちゃんと録画の方で残しているので、明日あたりに録画の方を公開させていただければと思います。じゃあ、文豪さん、画面の方切り替えても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。今、ピンピンで入れました。はい。それで今ね、文豪さんのパソコンの画面が映ってます。はい。ほう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 。実際、うん、こういう形状の会場のものなんですけど、うん、で、会場の上の方にライトが3つ、うん、左に2つ、右に2つってあって、はい、でそれぞれチャンネルが分かれたんですけど、うん、一旦これ、これ、川村さんの。あら、うん、カメラさんの方にこっち、あ、そっちですね。あ、これ、あ、すみません、こっちでした。あ、うん、あ、そこに今ね、30秒遅れてます、こっちの画面は。じゃあ今話したんだよ。今ね、もう大丈夫です。はい、うん、今これが文豪さんの作った仮組のステージが文豪さんのパソコンの中で展開されています。そうです。これはちょっと僕らのチームで僕らの方から作ります。あ、
モデリングというタッチデザイナーの中でこの箱を実際に作って、うん、でもこの筒体とかは、モデリングした素材を入れてましたね、うん、で、実際当日、まあ、小野くんっていうメンバーがやったんですけど、彼はミリコンで操作してたので、はい、今回ミリコンがないのでちょっと簡易操作になっちゃうんですけど、うん、例えば R を押すとこう全体が光る、はい、ピンを押すとこう緑が光る、うん、ブルーを押すと青く光る、はい、でこう例えばブルーのこうつく速度をちょっと変えたいって時アタックを変えて、うん、こうするとやんわり光るようになる、うん、でサステインって、まあ、そのリリースのタイミングをこうめっちゃ速くするとこう切れるのがすぐになる、うん、これを操作してこうパパパパパってやったりとか、うん、赤やったりとか全部前頭したりとかっていうのを彼はその音楽と映像に合わせて制作してました、うん、ライトジョッキーしてたんですね。ライトジョッキーめっちゃしましたね、うん、あれ、小野さんっていうのは、はい、一番左にいられた方かな、ね、そうです。一番上田さんから写真をいただいてます、うん、これかこれ今僕の方の写真が出てるんですけど、あこれあのおこの子ですね。この左側の方の左側のこれが小野さんなんですね。すごいこう怖い感じになってますが、うん、これね、なんか結構梅田さんもなんか最後ね、あの難しそうなこと言ってて、やっぱり今回あの神楽さん的にプロジェクターが結構メインの光源で、うん、暗いアンプが多かったんで、うん、カメラ的にはなかなかね、あの難しそうで、うん、そう、これがね、あのカールさんの、ライブパフォーマンスされた時の映像ブースで、うん、なんか設定の時見てて、あ、なんで文豪さんはいないんだろうって思いながら気づいたら、違う、そうそう、ちなみにこちらは DJ 文豪さんですね。まさか今、まさか DJ ブースに出てくるとは。お、配信が綺麗に今行っている。それは気のせい。たまに、さっきの忘れた。まあまあまあ、気にせず続けましょう。たまに忘れたんですか。これカールさんのパフォーマンスですね。いや、これ結構なんか、初めの演出すごい良かったですね。うん、ああ、うん、そうです。そう、カールのなんかロゴがドンで出てきて、はい、そう、あっ、すげえゲスト始まったみたいな。あ、うん、確かに。そこは最初の方、こうしようみたいな話をしてて、うん、で、映像は今回その、2人組でやってもらったんですよ。映像を主に作る子と、はい、要はタッチデザイナーにジェネに作る子がいて、うん、はい、映像を作る子が作った映像をこうジェネに混ぜ合わせて作る。なるほど。で、お手掛けにいました。あ、女性の方、あ、女性の方、そうですね。オペしてた、うん、男性の靴畑君、こちらですね。彼が、ジェネレート系を作って、うん、でここにいる、あ、この方です。武田英子が、うん、主に映像を作って、それを立ち台に全部混ぜ合わせて、大体20分の尺の中で、まあ、これも後で見せるんですけど、うん、シーンめっちゃ作って、うん、その中で映像とジェネのタイミングを分けて、うん、した。すごい、このカールのグラフィカルなロゴとかは、ね、うん、彼女が映像で作ってくれます。いや、これめっちゃ良かったですね、うんうん、やっぱなんか周りが暗い中でこの白目のちょっと氷みたいな質感のロゴが浮いて出た時の、うん、はい、やっぱなんか引き込まれる感じ、始まる、これから始まるみたいな、あ、すげえ作ってきてると思ってそう、よかった、見てて良かったです。そこをちょっとこう、うん、インパクトが与えて、うん、これもあとね、このカールさんの映像かな。ああ、うん、ライティングじゃないのか。ちょっと戻しましょうか、カールさんの方に。はい。ちょっと、もう一個用意してて、ジェネレートした方に。少々お待ちください。はい。じゃあ、いきます。いやー、面白かったなぁ。なんか普段ね、僕も VJ でこういうイベントに関わることはあって、主催として見ることってあるんですね。こうやって改めて VJ さんの活動を見てみると、なんかすごい学びました。お、じゃあこれで今切り替えました。はい、こうして完全に、UI を自前で作ってきてますね、うん、おお。前にいた会社でいわゆるインタラクティブをやるチームがあって、はい、結構そこにいたメンバーでやってるんですけど、うん、まあ、彼はその中でも人一倍を作り込んだり、うん、はい、ここまで寄ってきたらと。実は彼も VJ やるの初めてなんです
あ、そうなんですね。かメンツとしてはそのタッチアウトに参加したメンバーとあんまりこう条件が変わらず初めてコーデになりましたっていう、あれもここまで作り込んでくるんやっていうのが、でもそれはもうね、仕事がめちゃくちゃ作り込んでますからそうですねこれも仕事っぽいなと思います。でライティングの小野さんと、はい、クリエンダーの映像を担当した池田さんと、あとこのシステムとジェネを担当された方が靴和田さん、靴和田さん、今回4人だったんですね、今回そうですね、4人でした、うん、で、ここに、全部のシーンのボタンがあって、はい、ボタンを押すとここに始まる映画シーンごとに、そうですね、ビートを出したいときはこのビートで、まあ、そのテンポに合わせてジェネが始まって、うん、後ろでこうパートペルが始まるというような感じで、今回タイムラインを事前に共有してたので、大体何秒したらこういうのが始まるよという、はいはいはい、で彼はそれをもう全部落とし込んで、うん、そのタイミングごとの映像を作ってた、うん、この数字が秒ですか、この数字秒です、うん、0秒からスタートするタイミングでこういうこうグラフィカルが始まって、うんうん、押すとこうカールの方が走って、うんうん、っていうのがこう移り変わっていくっていう、すごいこういう作り方があるんですね、そうですね、これ全部で、今2列目に行ったのかな、あ、今2列目に行きました、シーン2ですね、曲がこの辺で転換して、うん、ちょっと変わって、うん、結構膨大なシーンありますね今3ページ目ですよね、そうですね、うん、僕もこれどうやってちゃんと動いてるのか、うん、若干把握してないんですよ、まあ、当日ね、エビアウェア使ってたから今パソコンが変わって、うんうん、で彼は割とこう作ってる中にコンセプトを求めてる子だったので、うんはい、この今出てる格子柄の変化は、あれですね、モンドリアン、そうですね、そうです、うん、コンポジションの、抽象の、アートを窓に見立てて、その窓の裏側にその VJ のカオスの映像があるみたいな、うん、なんか結構カールさんの映像を見てて、うん、後半ぐらいからそのポストモダン的な表現が結構多かったので、全体として意識されてるのかなと思ったんですけど、はいはい、あ、そこわかるんですね、あのやっぱモンドリアンが出てきたあたりから、モンドリアン、そうですね、ちょうどね、このね、今あのこっちのいただいてる写真とかは、はい、あ、やっぱりそういうところなのかなってこう思いながら、ちょうどな1年ぐらい前にあの韓国でポストモダン展を見てきたんで、あ、わ、はい、かるこの雰囲気みたいなね、そう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 、そうです、うん、でここにそのポストエフェクトがあってて、うん、彼が言うにはそのポストモダンとポップなアートを VJ で混ぜたいという、うん、このトップってことなんですけど、組したら、おーおーおー、VJ してもらったと思うんですけど、すごい良かったですね、ちょっとこうサイケデリックなことっぽいものが出力されたりとかして、うん、すごいこうシーンたくさん作り込んで、よくここまでやったなっていう正直な感想でした、うん、面白い、いや全身見たいですね、そこの、こっちの右上の方のプレビューの横のパラメータは何なんですか、プレビューのこれですか、あ、シーン、シーンごとの、シーンごとのパラメータになるのかな、レベルもあるので、はい、ちょっとこれはまた次回詳しく書いて、うん、うん、職人の UI ですね、これちゃんと分かる人分かる、うん、配列に沿って作られてるので、うん、貴重面ですよね、すごい、そうですね、うん、これ1回でやってくるから、うん、本当すげえなと思いました、うん、なんかこの VJ に対してシーン級で作っていくっていうこの考え方がすごい面白いなと思って、シーン級って VJ の中にはないんですよね、シーン級っていう考え方はなくて、シーン級って、スクリプト処理をしないといけないんですよ、うん、例えば VTMX とかブランド VJ のソフトって、中でじゃあボタンを押したらこのシーンに飛びますみたいなのがなくて、まあ、ボタンを押したらこの映像が出ますみたいな考え方だから、例えば照明と映像とかを一緒にパッて切り替えたいのはどっちかというとシーン級っていうなんかオペレーションさんの考え方ですね、ファッションショーとかそうですね、そうですね、うん、その辺はやっぱりタッチデザイナーっていう強みがあって、うんうんうん、まあ、仕事で僕らはタッチデザイナーを日常的に使ってるんで、うん、こういうものもじゃあやろうってなったら結構パッと作っちゃう
多分今回彼はタイムラインでやるって話になったので、うん、もうこれ新旧で、はい、買い切り替えていこうっていうのを決めてる道としたのかな、うんうん、ちなみに今日くつわださんは配信の方見られたりするんですか。見たないかな、ちょっとわかんないですね。ちょっとくつわださんから何かね、あの補足コメントとかがあったらね、見たいですね。あ、うん、まあ今ちょっと配信の方もガタガタが来てるんで、はい、まああの文吾さんの方に説明していただいて、うんうん、面白い。っていうところで、シーンが組まれて、うん、それが進んでいって、曲ごとに変わってシーンが。これでもそうすると、曲を決めたのは文豪さんになるんですか。そうですよね、うん。まず DJ のミックスを、うん、作って、それをチームに共有して、うん、この順序で、まあ、この辺で転換、ミックスとかが、ミックスのタイミングとかもあるので、はい、その転換タイミングとかも全部共有して、うん、じゃあこのタイミングに切り替えるみたいな話を準備して作りました、うん、事前に世界観のすり合わせってしたんですか。世界観は結構もう彼に回せましたね。へえ、割とこういうことをやりたいって最初から言ってて、うん、まあ案件じゃなくて自分たちの表現で、うん、僕らのチームとしても自分が実験してみたいとか、うん、やってみたい表現を実験する場として VJ って使えるなっていうのを思ったので、うん、じゃあやったらいいじゃんってことで、うん、彼に自由になってもらいました。へえ、その結果まあ、うん、あ彼っぽいなっていうのが出てきて、うん、面白かったです。うん、じゃああれですよね、カールさんの中では事前にプレビューもしたんですよね、この中で音楽を合わせて、あチーム4人が集まって、照明はこうなって、そうですね、しました、しました。さっきの照明の UI とこれを結合してテストしたんですか。結合してテストは、うん、しました、うん、まあ、ただそれも前日ぐらいです、うん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 、なんであの前日の2時に、あ、当日の2時に来て、うん、で、そこであのライティングしたと思ってて、1時間ぐらいしてったら、いい感じになってきたみたいな、うん、現場図面を合わせたりしました。これでもなんか、例えば文豪さんが曲を決めるのは結構早い段階じゃなきゃいけないじゃないですか。あ、そこから何週間とかは曲を完成させた状態で渡さないと多分作り込めないですよね、つまさんとか池田さん、うん、それはやっぱりストレスにはならなかったんですか。いやなんか僕もよくこういうライブ案件があって、あやっぱりその例えばライブ案件の DJ さんとかにお願いすると曲をこうある程度早い段階で決めてしまうことがストレスになるから、うん、なかなかこういうライブショーとしての作り込みっていうのはできない場合が多いんですね。うん、まあ、結構ガイダルとかもやっぱりそうで、うん、直前まで長いという話をされてしまって、そういうと今回はガレなんですけど、直前まで1ヶ月ぐらい北京出張してそうですよね。何もできないだろうと思って、もうその行く前に仕上げて、じゃああとお願いみたいな感じで、割り切り理由はそこで結構つけましたね。やっぱりその北京の出張も展示の話だったので、まあ結構こう施工が大変だったりして、うん、そんなことはしてる暇はないだろうと、そうですよね、割り切って早めに出すことで、まあ、時間も結構取れるな、うん、逆になんかチームとしてよく機能できたみたいな、その出張期間が組み込まれたスケジュールがそうですね、もう何もしなくなったから、あと映像作るだけ、うんうん、いや難しいなと思いますよ。だって僕が逆に音楽を担当してたら、うん、ただその出張期間がなかったらやっぱ3日前とかでも、いやよくよく考えるとさ、ここの部分良くないと思うから曲変えたいんだよねみたいな、うん、出てきちゃうと思うし、はいはい、うん、でもやっぱショーを作るんだったら、うん、どこかを完成するで、じゃあこう段階的に進めていこうっていうのじゃないか、なかなか難しいな。そうですね、うん、今回はもうそこは割り切って曲は早めにしてあげて、はい、で、そういうのを作るので専念してもらってで、こういうものが出来上がってきたっていう、うん、なるほど、なるほど、うん、いやもっとなんか細かく見たいなと全然時間足りないですよね、うん、そうですね、本当にシーンごとにいろんな演出があって、本当によく作り込んできたなっていう、うん、やり込み度合いがすごいなっていう、うん、
で、これは今曲があれば、はい、曲に調に合わせて作るときなのってあるんですけど、はい、まあ、今、今回は映像なので、はい、一応ね、あの今回もタッチアウトの方もビデオ撮影が入っているので、うん、後日アフタームービーなり、多分あの一応ね、三脚でピックスのカメラを作ってもらったんですけど、うん、だ多分今回ね、結構振動がきつかったので、それでね、結構揺れちゃってると思うんですよ、うん、でまだビデオの方確認できてなくて、うんうん、でも手持ちの方は手持ちの方でまた別のカメラで撮ってもらってるんで、そしてまたパフォーマンスの方もね、うん、あの今後 TDSW さんの方から公開していけると思うんで、うん、気になった方いたらぜひ見てみてください、はい、今日の、ね、配信と合わせてみるとね、あ、このシーンがこういうことかみたいな、うん、そうですね、わかりやすい照明の感じとか、うん、掴みやすいんじゃないかなと思います、うん、大丈夫ですか、林檎さんまで何か、あ、僕は、はい、今回僕は DJ をやったんで、DJ は曲を流しました。 DJ どうでした？あれちょっとね、うん、最初初っ端にトラブルがありまして、あ、何のトラブルか、あの CDJ2 台用意してるじゃないですか、はいはいはい、で片方の CDJ がエラーでフリーズしてて、うん、マジかみたいなことになって、エラーループしてたんですか、なんかもう何 USB 挿してもエマージェンシーループ、エマージェンシーループでもなく、うん、本当に何も認識をしなくなって、へぇ、うん、でこうだいぶ焦るじゃないですか、うん、でちょっとカメラさんうん、サポートしてくれて、電源オンオフしたのっていう、うん、本当にフリーズしたのかなっていうことがあって、オンオフで立ち上がる時間ってすごいんですか、あそこは結構10、20秒ぐらいなんですけど、なんか CDJ って結構トラブルですよね、あ 結構やっぱそのエマージェンシーループに入っちゃうとか、はいはい、USB で読み込まなくなるとかまあまあ多くて、うん、あのこの間ね、あのまあなんかあのなんだろう、 CDJ っていうか CDJ 出してるのもパイオニアしかいないんで、あのパイオニアのミキサーとかでそういうトラブルが起きて、この間1個ウルトラのね、ウルトラミュージックフェスティバルの本国の前髪であった時に、あのブチ切れたガイタレアーティストが DJ ミキサーを客席にぶち込むっていうのがあって、もうやったんですね、まあでもやっぱライブワークとからしてると、このタイミングでトラブルみたいなね、うん、やっぱあるんで、ありますね、うん、そんなまさかそんなトラブルが起きてたのしれっと起きてますよ、それが。いやでもなんかしれっと解決してくれてて、うん、全然わかんなかった、全然わかんなかったですよね、うん、そっかそっか、うん、まあで今回はまあまあうまいことをチームとして全てできたなっていうのは嬉しい、じゃあ、カールさんの方はそんなところでしょうか、はい、そしたら河村さんの方に移らせていただいてもいいですか、はい、河村さんの方にチャンネル渡しますね、うん、はい、はい、今河村さんの方に変わってます、はい、僕が当日やったのがこういうような UI を作ってやってたんですね、はい、であの僕って普段からいろんなアーティストさんと組んで、でオーディオビジュアルを作ってるんですよ、うん、でそのタイトルがね、もうまさにこのグラフィックっていうところに書かれているっていう状態になってて、あ、プロジェクトが分かれてるんですね、そうです、あ、なるほど、でこのボタンを切り替えると、うん、その曲に応じた UI が出てくるようなところが、はい、そのジェネでやってる時のその VJ の難しいところって、うん、その曲によってそのジェネによって出したいパラメータが変わるので、うん、はい、なかなかその UI の共通化が難しいなっていうのが僕の中の課題であって、うん、でなので、最近の VJ の時にはこういうような形で曲によって UI が変わるみたいなことをやっているっていうか、分かりやすいですね、うん、統一した UI でできますもんね。そう、プロジェクトのところまで持ち込みましたね。あ、なかなかやっぱそこが難しいですよね、うん。いくつもファイルを開けるようにするみたいな。そうなんですよ。なので、グラフィックができてから大体3日ぐらいいつもこの状態にするのに時間かかりますね。どのパラメータをコントロールできるように残しておこうかみたいな。そうですね。うん、なので、あの僕が VJ やってるのって、やっぱ日頃、こういういろんなジェネを作ってるから、なのでできてるところもありますね。あ、なるほど、すごい FPS を持ちますね。そうですね、あの FPS がこうやって出るようになってるんですよ、ね、うん、ここに FPS が今出るようになって、 あと GPU 使用率が常に出るようになって、 GPU は使い消すで、ジェネでやるのってやっぱ素材を作るのにかなりパワーがかかるじゃないですか、はいはい、なので少ないその素材数でも持つっていう表現手法をいろいろ編み出してて、うん、でそれをこの UI に入れています、うん、はい、
例えば今これがベースとなる国あのグラフィックですね、はい、既にこういう動きをしているわけですよ、うん、でこれにどんどん変化を出していくっていうことをいつもやっています、はい、で例えばよく使うのはタイルですね、このタイルをやるとなんか抽象的な感じに仕上がっていくんですよね、うんうん、でこのタイルを複数組み合わせるとさらに違う見え方になっていく、うんうん、こういうような感じで、例えばこの大量した状態でその大量の元のグラフィックをトランスフォームすると、うんはい、また違った見え方になっていくんですよね、こういうような、うん、なんか、はいはいはい、そう動きがあるちょっと開いていったり、うん、そうですね、はい、こういうような、で、あとこういうような状態で、うん、さらに端っこの方を伸ばしてあげると、ちょっと今後ろに流してる曲が止まっちゃってるので、はい、再生します。3がアクティブ。うん。はい、こんなような感じで、その、紐を伸ばしたような感じで、また違う見え方になっていきますよね。で、あとは RGB をずらして、また見え方も変えていく。ああ。うん。で、B もずらすとか。で、あと、このベースの色が今緑なので、それを違う色に変えていくとか。うん。はい、こういうようなパラメータを組み合わせることによって、その同じグラフィックでも飽きさせないよっていうような作りをいつも買っていますね。なるほど。うん、はい、まあ、今のところこういうような UI もついてるんですけど、まあ、今後ね、そのビジュアルのエフェクトが増えてくれば、僕の中でどんどんここが充実していくのかなと思いますけど。なんかジェネで映像を作るときって、なかなか抽象的で、その抽象的なジェネの映像をどこにまとめていくかっていうのが、うん、いや僕はあのプリエンダー側なんですごい難しいなと思って、うん、まあ、神田さんとかも比嘉さんとかもジェネでやられてるけど、うん、まあ、ある程度偶像的なところに落とし込むとか、それぞれが何をこう狙ってジェネを作り込ん、ジェネで映像を作り込んでいくのかっていうのが、うん、まあ、アーティストそれぞれによってかなり違うので、うん、ぜひそのところをお聞きしたいなと思って、うん、ああそうですね、僕の場合は本当に曲からインスピレーションを受けてその曲を表現するんですよね、うんうんうん、でただ今回に関しては、うん、その抽象的だけだと、そうですね、今回だと DJ さんが当日その場で音楽を決めちゃうから、うん、そうですね、うん、抽象的だけだと多分成立できないかなと思って、うん、その具象的なものに入れたんですけど、うん、まあ、曲によっては抽象的なものの方が合う時もあるから、うん、だから曲によっては本当に抽象的だけで攻める時もありますね、うんうんうん、一方でそのテクノ歩容って僕もやらせてもらってるんですけど、それに関しては抽象的だけだとメッセージが伝わらないから、うん、だからあえて仏像っていう具象的なものを混ぜて伝えるようにはしていますね、うん、テクノ歩容ってあれ毎年ニコニコ超会議でやられてる、そうですね、はい、あれは何でしたっけ、若者にテクノの仏教も少し浸透させるっていう、そうですね、若者の仏教離れを解決するために、うん、その元々 DJ だった朝倉住職っていう方がいて、はい、でその人がその DJ と法要を掛け合わせて実施しているものですね、うん、いや一緒に見たいな、はい、面白い世界観ですよ、うん、あれテクノ法要は何人の VJ が入られてるんですか、それとも川村さんが取りまとめされてるの、普段は朝倉住職 自身がやってるんですよ、あ VJ をされてる、はい、VJ もされてるんです、はい、あそうなんですね、でイベントの時に僕が声かけてもらってやったりしますね、うん、普段はお寺で、お寺でやってます、お寺でやられてるんですか、ただ僕の場合はそのお経とか読めたりしないので、うん、で別途森中さんという方がいて、はい、森中さんがはいはいはい、はい、森中さんがその、うん、あのお経の方を担当してもらってテキストを出してくれてますね、うん、そうですよね、うん、読めないですもんね、全く分かんないです、どこが間違ってるのか一文字抜けてても分かんないですよね、うん、そう、うん、難しいよな、うん、なので自分の場合はやっぱり曲ありきっていうところはどうしても見えないところはありますね、うん、なるほど、うんうん、難しいな、うん、UI をじっくり見たいんですけど、なかなか今反射がきつくて、そんなに見えない、すみません、まあ、数えさんとかね、うん、中村さんが作ってたように比べるとだいぶシンプルなんですよね、全然僕の方は無駄にコテコテしてるだけなんであれはすごいですよね、シンプル UI で、もう本当曲に紐づいた、うん、本当 UI になってますね、うん、はい、うん、はい、なので曲によってはパラメータが全くないんですよね、あ、え、うん、もうずっとタイムラインに合わせて全部やって、うんうん、じゃあ、
もう完全に音に合わせて自動的に変わるように作ってるから、あ、なるほど、カウントとかを使って、うん、一定の音の周波数が来たらこのビジュアルが出せる。ロジック上で組んでるんですよね。はい、うん、そうで、一方でこういうやつに関しては、うん、手動で切り替えるというところをメインに作ったりしたりしていますね、はい、うん、あとはやっぱあれですね、僕の場合は音の圧力、うん、なんですか、低音ですかね、どっちかというと、うん、ズンズン、ズン、あ、そうですね、うん、はい、でそれをオーディオインターフェースに取り込んでやってるんだけど、うん、その敷地調整がいつもね、イベント会場ごとに違う、あ、そこがいつも悩みどころ で、それをこのトリガーってところに共通化して、でここでこのトリガーを超えたら全てのグラフィックがカウントダウンするみたいなことをやってるんですね。なるほど、うん、少々お待ちください。おそらくね、配信と録画を両方進めていると調子が悪くなるという説があって、もう配信の方がうまくいかないんだったら配信止めちゃいましょうか。容量がいってない。あ、これはね、多分まとめて減るんだと思いますけど、カートマークちょっと引くぐらいやつ今の方が多いので、はい、録画はまだやってるので、このまま進めましょう、はい、よいしょ、河村さん、ありがとうございます。はい、はい、そっか、出力、そうですよね、なんか場所によって出力が必ずしも作ってきた映像 100% で出る環境って、いや、てかないですよね、うんうん、LED であってもプロジェクターであっても、うん、多少やっぱり現場で明るさなり調整しないといけなくて、うんうん、それを川村さんの UI だとそこの色域調整でされている。まあそうですね、はい、うん、なるほど、はい、なんか本当にね、ジェネって時間を持たせるの大変なんですよね。パターン作るの大変なので。そうですね、どうして、なんかあれですよね、この間 の VJ ガイロンでも、うん、なんだっけ、神田さんがジェネで6時間 VJ やったことありますみたいな話があって、うん、あるけど超大変だったとか。大変ですよね。いや、難しいですよね。うん、フリーエンダーだったらボンボンね、クリック変わっていけばいいけど、うん、そうじゃないじゃないですか。自分で全部作っておいて、コントロールできるパラメータ想定しておいてってやると、うん、じゃあどんなシーン作っておけばいいんだみたいな話になっちゃうから、うん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 、そうなんですね。で、自分なりに編み出したのがこういうようなパラメータですね、うんうんうん、まあでも、といってはね、僕はまだ VJ 始めて1年ちょっとなので、うん、まあ、その中でもまだこれだけの要素なので、はい、まあ、どんどんとね、価値パターンを身につけていきたいです。なるほど、ね、じゃあパフォーマンスの話はちょっとここら辺にして、うん、VJ トークしていきますか。そうですね、なんか河村さんからいただいた、うん、ね、事前に今回も何の内容を話したいかなっていうのをいただいているんですけど、うん、なんか一個河村さんからいただいてた中に、その 5G が来年日本に入ってきた時に、うん、VJ のその将来性に関わってくるのかっていう話があって、うん、その 5G の話ね、ちょうど3月30日の VJ ガイドでもゲストの 2組に 5G の話入れませんかっていう話を言ってて、うんうん、でまあその時はちょっとあまりにもなんか意見が食い違ってたんで、うん、し、まあ本筋とも離れちゃうから入れなかったんですよ、うんうんうん、で、それがちょっとここせっかくなんで、うん、お二人ともネットワークにも詳しいですし、うん、テクノロジーにも詳しいのかなと思って、文吾さんでも NVIDIA よく使ってますので、ね、そうですね、ああいうので 5G によって変わってくるんですかね。 5G ってちなみに、4G の次の企画で、日本だと、来年の3月だったかな、うん、確かそこら辺から実施される企画です、うん、アメリカと、韓国でちょうど今年の、確か3月末か4月3日ぐらいから本当にちょうど施行というか、一部アメリカの地域では使えるようになっています。でソウルでも、確か同じタイミングで、使えるようにされてて、確か何かそれがアメリカが先か韓国が先かで争ってるニュースが上がってて、そう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 、
で、おそらくその 5G が入ると今の 4G の規格よりも、さらに10倍ぐらい、10から1000倍ですね。10から1000倍って相当な量が好きですそれぐらいその遅れるものがあるので、例えば 4G だと 4G で YouTube ライブを、いつでもね、僕らは iPhone で LTE 使って見れるようになりましたけど、うん、じゃあその先に 5G 使ったらいよいよ何ができ始めるのっていう、うん、でそれが結構一説によると映像を制作する映像制作者の人口が爆発的に増えるっていう話もあるし、うん、ただなんかそれを、ゲストの方たちに振ったら、まあ、VJ 的にはでも 今の VJ スタイルではそんなに変わらないだろうっていう話もあったりして、うん、そうそう、そこら辺がどうなるのかなっていうのを、あ、うん、まあ、無線の話ですからね、まあ、そうですね、うん、ただやっぱり現場でこう無線を基本的に信じない立場なんで、うんうん、無線で途切れることがあるじゃないですか、うん、現場で一発でも途切れれば基本的にアウトだって言ってるので、うんうん、NDI に関しても基本は有線なので、うん、流してますし、有線である以上は 4G、5G っていうところも機械してそんなに、どっちかっていうとギガビットの壁ですよね。そうですね。なんでギガビットのハードはこれだけ普及されてるけど、うん、次のなんかハードウェアに進化していかないんだろうかみたいな、もうランだから仕方ないのかな、うん、なんかあれもだってランケーブル普通に家電量販店で 5E とか5規格で売られてて、うん、でその次に6、7ってあるけど6、7意味ないですもんね。だって5、確かギガビットだと5までしか、一応6で、うん、6の方が秒間250メガで流せるとか、うん、で NDI とかは6以上使わないと安定しないとかだったり、うん、あ、そうなんですね、はい、それはギガビットの例えば USB LAN コネクタとかを使っていたとしても、そうです、ランテーブルが6の方が早く安定したから、あと安定しますね。そうなんですね、はい、あ、これ知らなかったです。あとそのランケーブルの種類にも STP とか、まあ、寄り線だったり単線だったりとかあって、うんうん、それで全然変わってきたりとか、はい、現場だとしたりしますね。へえ、まあ、それは勉強になりますわ、うん、はい、そのもう僕らは仕事でその、まあ、HTBST っていう企画を、まあ、プロジェクターにランで映像を流すっていうことをやってて、はい、まあ、それはそのカテゴリー6以上じゃないとしっかり伝送が送れない、うん、それは NDI ではなく、はい、NDI ではなくデジタルの規格を LAN ケーブルを使って、そうですね、 HDMI を LAN に変換して LAN で流すっていう、受け口がプロジェクターについてるんですね。あ、ついてます、ついてます、うんうん、まあ、そういうのもあるので有線で行う環境下においては、まあ、そこまでは変わらない。なるほど、うん、ただその配信分野においては相当その文字になることでスピードがアップするので、うんうんうん、例えばその携帯で撮ってる VJ の映像を瞬く間にその世界中で共有できたりとかっていうので、だから何だろう、こう共感したり楽しむその映像を瞬時にみんなに見れるようにするっていう文化がものすごい広がるのかっていうのは思ったりします。うん、青村さんどうですか。はい、まあインフラじゃないですか、でもその 5G って、はい、でインフラが変わるって実はすごいことで、うん、そのやっぱ通信速度が上がったからこそそのスマホで簡単な動画を撮影してみんなアップしたりになったわけですよね、うん、でこれからもっとその通信速度が上がるってことはもっとリッチな映像をその場で出せるじゃないですか、うんうんうん、でユーザーってやっぱどん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 と目が肥えていくので、うん、もう超えた映像が当たり前になっていくっていうのは、はい、やっぱ映像を作れるっていうことはそれってすごいバリューになるし、うん、あと映像を見せる場っていうもの自体がどんどん生まれてくると思うんですよね、うん、まあ、だって今だったら VR もあるだろうし、はい、あとホログラムを、ね、立体に会場に出すとかもあるだろうし、うん、まあ VJ っていうフィールド自体が拡張してくるのかなとは思ってます、うんうん、なんかあれですよね、その東京が、東京というか日本として 5G 規格を入れた裏には自動運転がありますよね、うん、5G ってあの2次元的な映像の伝送をもう超えてて、うん、3次元的な空間伝送ができるっていう話があって、うん、それが特に VR とかあの空間センサー系の伝送に強いだろうと、でその中でもこれからトヨタとか大手カーメーカーが自動運転化を進めていく中で自動運転のそのセンサー系を 5G を使って伝送できるんじゃないかみたいな話があったと思うんですけど、うん、そうするとだから例えば LDI で二次元的な映像伝送を今してるけど、うん、それをもっと例えば 5G
例えばものすごいパラメータ数のある OSC をまとめて伝送できるとかっていうことになるんですよね。そうなってくると結構思うのは、なんかまあもうすでに結構あるなと思うんですけど、 VJ がここ 2,3 年でものすごい技術革新が起きてるんですよね、実は。タッチデザイナー、ノッチ、S モードをはじめ、そういうリアルタイムレンダリングができるソフトウェアがここ近年すごい増えて、でそれの使用例もガンガン上がってきて、でそれに明らかにそれに対応できている VJ と、まあそれに対応しない VJ っていうのもいると思うんですけど、とあと多分それこそ川村さんなんかは新世代の VJ として出てきたわけじゃないですか。でそういうのをジェネレーティブの中に取り入れて変わってくる。でそうなった時に、なんかそこからその 5G とかも入ってきたことによって、飛躍的に進化ができる VJ とできない VJ と、結構分かれてくるんじゃないかなと思っていて、確かに。でその進化できた VJ が現場にいると、よりこう画期的な演出手法が提案できるし、そういう人たちがむしろ提案の側として重宝される時代が来るんじゃないかなって、じゃあそのなんか 5G が VJ とか映像演出にどれくらい関わってきますっていうのは、演出監督からしてもそこまで勉強してるかみたいな、難しい、よりね、なんかよりテクニカルなところもあるから、そういうのが例えばなんだろう、例えばなんでここまで配線ができて、その普段展示で関わってて、そういう新しい技術取り入れている文吾さんとかがより提案しやすくなるし、そうそこら辺が変わるところだなと思ってて、まあそうなった時にね、ちょっとね、上の世代との戦いがね、まあもうすでに今起きてるんじゃないかろうかっていう気がしてますね。まあやっぱね、上の世代はいい現場を掴んでるんで、どうこううまくね、そこにこう組み込んでいくのか、迎合していくのか、勝ちにいくのか、まあそういう意味でもなんか最近の東京の VJ シーンすげえ面白いなって。いや、VJ の幅非常に広いですよね。僕なんてクラブ全く知らないですしね。ね、広いです。そうです、だから 5G が出てくると、そういうことが起こると思うんですよね。クラブではめちゃめちゃ活躍してる VJ がいるけれども、その新しい領域ではまた新しい VJ が出てくるっていうのがどんどんと起こっていくっていう感じで。なので、今は一つにこだわるべきじゃないかなと思って。確かに。もうちょっとね、フリーファーを広げておくと、なんかやっぱアドビの世界で生きていくと、どうやってもクリエンダーとの戦いみたいな、まあ、アドビでも今自分のソフトがあるのかな。まあそれでもなんかタッチとかノッチのね、使いやすさとか汎用性に比べたら、やっぱりそっちの方が高いかなと思いますし。遅かれ早かれ慣れてくるのかなとは思います。タッチデザイナーも、もう 2,3 年でもすごい流行ったんですけど、本当に 2,3 年前だと全然東京にもユーザーがいなくて、ただ松山さんあたり、松山さんがめちゃめちゃできる人、と、まあ本当に知ってる人数人ぐらいしかユーザーいなかったんですけど、本当にこの 2,3 年で爆発的に増えて、でやっぱり若い人だと全然そういうツールを覚えるのに抵抗がないんで、そうなっていくと逆にそういうのがデファクトスタンダードになっていくのかな。なるほど。ジェネで VJ 作るみたいな。なかなかね、やっぱり大きい現場を抱えている人たちが、やっぱその既存のツールを手放せないのは、リスクがあまりにもそこで大きすぎるっていうのもあるんですよね。あまりにも普段やってる現場に取り込みができないから、試すこともできないみたいな、その点、例えば、ね、軽い現場を持っている若手の層が、新しい技術をそうやってどんどん取り入れていけば、ワンチャンそこで逆転できるんじゃねえかっていうな、チャンスは今あるかもしれないですね。まあ、そういう意味でもね、なんか TDSW のワークショップとかこれから参加していくと、面白い興味がある人がいると、そうですね、呼んでるパターンが、それこそ川村さんだったり、和江さんだったり、そのうちお願いしますけど、現場で新しいことに取り組んでる人をすごい呼べてるなっていう感じがあるので、なんか技術を学ぶ以外の部分ですごい感銘を受けること多いって、いろいろなこともらってます。こういう風なアプローチあるんだとか、とかそもそも、なんだろう、映像クリレンダー出身の人だと、こんなリアルタイムで連動できることに純粋に感動していただいたりとか、その機材だったり 5G だったりっていうので、なんか個人が出せ切れるコストでそういうのに挑戦できるようになった時代だからこそだなって思っちゃいます。なんで TDSW 来てくださいって。
ちょっと話を戻すとね、川村さんのたくさんいただいたメッセージの中にあった、うん、去年の1個ね、転換期として、うん、この BRDG がドールハウスやったじゃないですか、はい、あれは面白かったですよね、うん、あれはいいイベントでしたね。そう、お茶の線になりましたからね。僕らもあれで初めて BRDG で呼んでもらったんですよ、うん、で、その時にいろいろジェネレーティブの VJ さんとも面識ができて、うん、ただなんかそれまでのやっぱ BRDG のイメージって、うん、ブリエンダーっていうよりもジェネレーティブに寄せたイメージが強くて、うん、どっちかっていうとプログラミング界隈のイベントだっていうイメージがあったから、うん、ああいうところでこうお邪魔ぜにしてもらったことで、うん、よかったと思いますね。そう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 、あれで VJ シーン変わったなとは思ってますね、うんうん。まあ、もちろんね、個人間でのつながりはあったけど、うん、同じイベントでやるってことはあんまなかったですよね。そうそうそう、意識がちょっと統一化してそこに向くようになるから、うん、それがまあ相対数が多いほど、うん、そこでなんか新しい価値観なり、概念なりが生まれてくるっていう、うん、で、VJ が、あ、ここまで、ここからここまで VJ なんだみたいなラインナップにみんな VJ って載ってるからね、うんうん、で、なんか、まあそれがあった結果、VJ って講義だなっていうのがあって、うんうん、まあ僕もその講義性を一つ示すために VJ ガイドをやっていくんですけど、うんうん、ただなんかそうなった中で、もう今度 BRDG は新しい舵を切り出して、うん、この間なんか高橋圭次郎さんとかがドミューンにね、うんうん、カラさんとか出てた時に、クレジットがみんなビジュアリストになったんですよ、ね、うんうん。で、ビジュアリストの話って、去年か今年のアルセレクトロニカに行った時に、田所アーティストが、うん、向こうではそういうアーティストが、ビジュアルアーティストがみんなビジュアリストって名乗り出したって、うん、話をツイッターに書いて、あ、そうなんだとか思ったら、アフターワーズの初回に来ていただいたトントンさんが、イビザでもね、みんな今ライティングも VJ もビジュアリストって言い出してると思って、あ、そうなんだと思って、そしたらそのいよいよまた BRDG ってビジュアリストって言い出して、うんうんうん、で、なんか、この話結構、初回の VJ ガールの話の中でも言ったんですけど、もうおそらく日本の VJ シーンも VJ たちはどんどんビジュアリストに移行していくんじゃないかなっていう、うん、やっぱあまりにも扱う範囲が広くて、うん、VJ っていうイメージが、うん、まあクラブの中で活動してるっていうイメージがすごい定着してるから、うん、そういう人たちがこれから提案なり、うん、その活動していく中でもうちょっと新しいイメージを今求められて、うん、考えられた結果としてビジュアリストっていうのがある、うんうんうん、そうそう、うん、今まさに転換期を迎えてて、ね、うん、ちょうど言語も変わって、うんうん、そうです、いや、あれ言語面白いですよね。言語だってなんか僕は結構クラブ周りひねくれた親父が多いんで、なんか日本の言語に意味あるのかみたいな話が結構多いんですけど、いや、それでもやっぱ平成ってすごい時代だったなと思って、はいはい、だって昭和戦争してたんだよみたいな、でその後ちゃんと平和になったじゃんみたいな、で戦争経験しない僕みたいな世代がいて、平成がそうですね。そうそうそう、うん、で、これから令和になって、うん、令和とちょっとなんかフューチャー感あるし、すげえいいなと思って、そうそうそう。で、そのこのタイミングで 5G とかインフラのね、反応が起きて、確かに言葉ってありますよね。それを、その言葉を見てると、それに沿っていくというか、心理的に寄り添いますよね。そう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 。うん、ビジュアリストっていう表現に何変わってるのがすごい面白くて、うん、VJ っていう名前だと映像を扱うみたいなイメージじゃないですか、うん、でビジュアリストだと要は空間のビジュアルを扱うみたいな、そう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 、でタッチデザイナーだと、まあ、今回もやったようにライトもやってるし、その気になればクラブに置いてあるスモークマシンも、うん、まあ、言ったらレーザーも全部扱えちゃうんですよ、うん、まあ、1台でしかも連動して、うん、それってじゃあ今までのプリレンダーの例えば普通でできたかっていうと、うん、まあ厳しいところじゃないですか、うん、でもそれが多分次世代だと簡単にできるようになってくるし、うん、しかもそういう機材も結構もう個人で買える値段になってきてて、うん、レーザーとかも7万ぐらいで開発するんで、はい、まあ、そういうところでなんだろう、こう映像にとどまらない全ての表現をできるっていうことで、うん、VJ っていう概念もっと広がっていくのかな、うんうん、まあ、初めはね、それこそ多分何でもできて、うん、この人に頼むがうまくまとまるっていう人が多分ビジュアリストっていうのを出して、うん、そのうちにこうビジュアリストを扱う会社とかができるのかな、でそこに頼めば、うん、そのビジュアリスト関連の取りまとめ、空間リストの取りまとめをしてくれると、うんうん、なんかこれって面白くて、僕がちょうど始めたぐらいの年代って、例えばファッションショーとか外部のイベント、うん、クラブ以外のイベントに行っても、うん、そこで割と VJ っていうことが通用したんですよね、うん、
で、ただこれが僕らより1個上の世代には通用しないんですよ、うんうん、現場の人たちは映像オペさんなのかシステム屋さんなのか、うんうん、映像で言うともうオペさんしかシステムオペかシステムか生神さんしかいないんですよ、うん、あそこに VJ っていう要素が入ってなくて、でもそこら辺をもっとあのフィジカルに演出監督が出した注文を現場でもガンガンやってくれるのが VJ だっていう意識にちょうど変わり始めたのが僕らの世代で、うんうん、それがもっと空間演出的なことにシフトしていくのが、うん、多分これからビジュアリストの時代だなって思いますね。そう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 。うん、だからなんか誰かガンガン人柱になってくれるそこですよね。まあでもなんか、まあ、自然と流れは来るんじゃないかなと思ってますね。あ、俺はやっぱ VJ よりビジュアリストの方が名義的にしっくりくるわっていう、うん、今話聞いて書き直そうかなと思って川村さんとかだってそうですよね全然やっぱクラブでは活動してないから、うん、VJ って結局ビジュアルジョッキーで、うん、あまりにもクラブイメージが強いのか、うん、ビジュアリストにしてしまった方が、うん、そのなんだろう名乗った時の名義の固定概念感が薄れる、うんうん、そうですねこれから作っていけるしその概念を、うんうんそうそうそう。これは最近で面白かった話ですね。うん、面白いですね、うん。さて、今日はどうですか？他に何か話したいことありますか？いや、特に大丈夫ですね。そうですね。時間もそうです。うん。まあ、あと10分ぐらいは大丈夫だったりもするんですけど、うん、まあでも、もしこちなければここら辺で区切りましょうか。うん、いい。最後何か皆さん告知とかありますか？あ、いいですか？今後の活動とかどうぞ。はい。5月からタワーレコード主催のタワーアカデミーでタッチデザイナーの講座が始まりますので、これからタッチを始めたい方はぜひ検討してみてください。もう募集が始まってるんですか？もう始まってますね。あ、もう、はい、あれ結構毎回速乾じゃなかったでしたっけ？すごい早い段階で売り切れて。いや、そんなこともないですね。金額が結構高いんですよね。なるほど。まあ、計8回のパッケージになっているので、うん、はい、うん、8回来るとタッチデザイナーが結構使えるようになって、うん、まあ、練習ゲームまでになりますね、うん、はい、うん、ぜひタッチデザイナーこれから学んでみたいなと思う人がいたら計8回の、ね、コースを通して長い目でこう、はい、タッチデザイナーを、そうですね、ビジュアリストになれるっていう川村さんがずっと講師をされる。そうです。8回とも、はい、8回ともそうです。あ、そうなんですね。あ、じゃあ今絶賛カリキュラムを組んでらっしゃるってことですね。そうですね、はい、昨年は成美さんたちにも手伝ってもらって運営してたんですよ、うん、うん、今年のカリキュラムのテーマとかあるんですか？今年はもうまさにビジュアリストになるためのカリキュラムです。ああ、なるほど。センサーでは使いますね。なるほど、うん、そしたらあの興味がある人がいればぜひ、それのサイトはどこからけ、川村さんこの後つぶやいて。あ、そうですね、はい、ぜひ川村さんのツイッターを確認してください。はい、ルモさん何かこちらありますか？あ、特に僕らはまあちょこちょこ VJ はするんですけども、うん、告知するようなまだイベントではないので大丈夫です。うん、了解です。チームで全部できちゃうんで、はい、ライティングから、まあ、レーザーまで何でもやってほしいという人は呼んでください。あ、もう言っていいんですか？あ、どうぞ。ちょっと告知じゃないんだけど、うん、今って VJ になりたい人ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。はい。でも各々の、うん、あのアドバイスがあった方がいいんじゃないかな。あ、VJ になりたい人。そうそう。あ、なるほどなるほど。うん、まあ確かにね、概論とかを見てね、ちょっと私 VJ 始めてみたいんだけど、うん、いやもうやっぱでも VJ 概論からのアドバイスとしては次のタッチアウト開催を待ってくれっていう。なるほど、うん、なるほど。あれね、でもすごいんですよ。前回もタッチアウト参加者の枠っていうのが計8枠だったかな、販売したのが結構あっという間に速完して30分30分で速完したんですか？何ヶ月前？何ヶ月前？1ヶ月、1ヶ月半くらい前、1ヶ月もうちょっとあったよね。え、だって VJ 概論出したの2ヶ月前だったんだよ。そうか、うん、そうですね。本番までの期間は3週間ないぐらいの感じの時かな、うんうん、いや、そう、だいぶ前にすぐ出したら完売してしまって、いや、まさか僕らもこんなにすぐ完売するとかって、うん、まあ、それでもね、1回のイベントで入っていただける VJ さんの数って割と限られてるから、うん、まあ、ぐらいです。そうそうそう、今後だから J2 名いたの結構驚愕ですよ、うん今後タッチアウトの回数を増やしていくのか、まあ、別の機械を TDSW 内で作っていくのかちょっと考えたいですけど、まあ、僕らも何かね、あの東京の VJC に貢献していきたいなと思ってるんで、そういう初心者の方が
気軽に来れるようなイベントを組んでいきたいと思ってます。ぜひ TDSW とか VJ ガイドのツイッターから第一報が割と出るので、ぜひ確認してもらいたいなと思ってます。お願いします。何か川村さんは。あ、そうですね、僕に関しては僕自身 VJ になったのってまだ本当最近で、2年ぐらい前からタッチを触り出して始めたんですけども、でどうやってなったかっていうと、毎日のようにその動画をアップし続けてるっていうところですね。毎日のようにアップしてますよね。そうですね、はい、最近ちょっとイベント尽くしだったんでちょっと怠ってるんですけど、まあ、でも昨日も海外 の, その音楽のマネージャーに対して動画を送ったりしてるんですけど、影で倒れてるんですけど、はい、で今ってそのクラブとかそういう箱以外でももう無料でみんなに見てもらえる場があるじゃないですか、はい、なのでそういうのを活用して自信をつけて、でそういう箱でやっていくっていうスタンスもあるのかなと思って、で SNS のポイントってハッシュタグとかつけて投稿するとその誰かしら反応してくれるんですよ、でこいつ映像作るやつだって認識してくれたりするから、でそれで結果的にもうなんか VJ の機会があるからやれよみたいな話ももらえたりする、はい、なので今はもういくらでもチャンスがあるのでどんどん作ってくださいと、はい、おっしゃる通りです、はい、そうなんですね、やっぱ作っていく中で進化していきますね。そうですね、初めからクオリティの高いものができないですよね、うん、いや本当にそうですよね。でもなんかそれってやっぱり早い段階で始めた方がいいんですよね、うん、なるべく、うん、本当でやっぱバカになった方がいいですね、うん、コツコツひたすら作ろう、ひたすら手にして壁打ちを毎日やってるやつみたいな、うんうん、そう、うん、なんかうまくやろうと思わない方がいいな、うん、うん、泥臭いやつの方が進歩が早いな、うんうん、賢くね、なんかこういうことやったら楽にいけるなとかじゃなくて、うん、毎日やるんだよみたいな、そうそうそう、あの神田さんの話で言うと、うん、あのケザドリックさんの話で言うと、うん、毎日チュートリアルやるんだよみたいな、神田さんやばいっすよね、毎日毎日やってますよ、あの人たち本当にやばいのがメコピっていう文化があるんですよ、うん、日賀さんと神田さんよく言ってるんですけど、このさ、メコピできるよね意味わかんない何それみたいなで、だから時々日賀さんが悩んでるんですよ、俺本当にどうやって作っていいかわからないみたいな、何そのみたいな、そう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 、そうそう、だから本当できる人ほどやってるから、だから分かってるほど持ってなきゃいけないんですよね、うん、ネコビは分かりますね。このパッて上がってる映像を見て、あ、これ多分こういう手順で作るんだろうなみたいな感じで、なんか誰だっけな、宮崎駿もひたすら、うん、あの尊敬している人の絵を真似たら自分であえて作れるようになったみたいな話で、うん、私たちも多分好きな映像作家さんだったり VJ さん見つけて、うん、その人がやってる映像を完コピするのが、うん、結構早み近道なのかなってめっちゃ思いました最近、うん、なんかバリバリありますしね、うん、ディレクターとかでもね、あの結構モーショングラフィックスをやってる人は、うん、いいモーショングラフィックスを見つけて、うん、1クレ単位で確認していくんですよ、ここでこうなって、ここでこうなって、ここでこうなってみたいな、うんうんうん、追っていくっていうのがあって、うん、確かにやっぱそういう地味な作業を続けてって先に、うん、面白い発想ができた時に、うん、確かな技術でそれを作れるみたいな、うんまあ、発想も生まれてくるみたいな、うんうんうん、はじめやっぱ真似てひたすら泥臭いことをやる、うん、そうですね、うんまあ、あるかもしれないです。うん。文豪さん何か、これから VJ を始める方とか、初心者の VJ の方に何かありますか？そうですね。僕からは、なんだろう、こう、何かしらを一人でやるって結構なチャレンジじゃないですか。うん、なんかこう、VJ をこうやってみようとか、毎日動画を上げようっていうのも、なかなかこう、強い人だとできるかもしれないですけど、うん、こうなかなかそれができない人たちもいるけど、うん、なんだろう、チームだったり一緒にやる人がもしいれば、なんだろう、支え合ってできたり、こう高め合ってできたりとかするのかなっていう、なんかこう VJ のこうチームって結構あるなと思って、それってこうリスク減らせるっていうのもあるし、仲間同士でやることでこうなんだろう、こう一緒にできる楽しさっていうのもあるから続けられるっていうのもあるのかな。リスクヘッジは結構ありますよね。例えばパソコンって調子悪くなっちゃうこと結構あるんですけど、例えば2人いればそれぞれ1台ずつ持ってるから、まあ、どっちかが調子悪かったら今逃げれるとか、ありますね、うん、なんでこう一回一人でやってみるのもいいですけど、うん、一緒にやれるこう友達だったり仲間を一回見つけて一緒にやろうっていうと、結構物事って早く進むかもしれないなと、うん
うん、割とね、面白そうな人がいたらね、気軽にね、一緒にやってみようよっていうと、うんうん、世界広がるかもしれないですね、うんうん、結局自分一人で考えられるその頭って自分一個の頭しかないんで、うん、限界あるけど、こう誰かがいると二つの頭になるし、そこで会話すると、うん、そこで相乗効果が生まれて、あ、じゃあこうしたらいいんじゃないとか、うん、一人と絶対考えつかなかったやり方とか、うん、そうなんだろう、人づてで、じゃあ VJ やりにやるのにちょっとお願いしようみたいな、はい、そういう勇気も出るかもしれないし、うん、それって一人じゃ思いつかなかったかもしれない、うん、でもふと二人だったり三人だったらできたっていうのがあるんで、うん、とりあえず一回仲間探してみるっていうのもすごい大切かなと思います、うんうん、そんなところでしょうか、はい、本日は、ゲストの川村さんと、文豪さんに来ていただきました。ちょっとね、配信の方トラブルが多くて、現在多分見られている方はアーカイブを見てると思うんですけど、まあ、今後ちょっと VJ ガイドのアフターアワーズをどうしていくかもなるみさんと相談するので、ぜひ今後ともご相談何とぞよろしくお願いします。問い立てて、取り急ぎ、VJ ガイドの次は519に何かあります、はい、でなんで興味がある人いたらぜひ519のスケジュールを開けておいてください。デイで、渋谷でやります。渋谷でやります。ぜひ1日ぐらい開けておいてくれるとものすごい VJ 的にも充実した1日になるんじゃないかなと思います。それでは今日お二人ありがとうございました。ありがとうございました。